あ、森末さんギリギリ OB じゃなかったですね。 OB はなかったんで。セーフです。ただめちゃくちゃ難しそうなところ。難しい、いやらしい、うん、難しそう。アドバイスありますか。乗せるだけを集中します。なるほど、全集中ですね、はい、そう、もうここまこういうところに来ちゃったら寄せるというよりかは、はい、もうまずグリーン乗せるってことだけを考えていくと結構マネジメント的にはいいと思います。はい、行きます。はい、はい、ああ、いかない、行け、ダフルか、やっぱり。いやでも乗りました。大丈夫です。高そうやな、1ホール目ですから大丈夫です。いやいや、こっからです。右肩上がりで、いきなりもうDJB です、 DJB。 大丈夫です、大丈夫です、全然。本当に下手くそやな。元気出してください。ラグボール。ロングパットは得意ですか。苦手です。これロングパットとかじゃなくて、はい、パター全部苦手なんですよ。パターが苦手。あ、すみません。奇遇ですね。私も奇遇ですね。一緒にされてるよ、リオコちゃんと。奇遇だな。リップスとかじゃなくて、違います、シンプルに下手す。あ、同じです。一緒にされてますよ。仲間いました。ダメダメダメ、後輩ですから、落語の。そうだそうだ。パターはセンスなんすか。そんなことないです。でもやっぱラインとタッチを合わせていくっていうのは、もしかしたらセンスがいるかもしれないです。じゃあセンスがないってことですね。そんなことないです。経験を積むしかないです。そうですね。はい、まだパッティングは今からですね。はい。どうして？弱いって。あ、まあこういう感じです、いつも。こんなにショートしてる人もいますか。でもゴルフって結局トータルゲームなんで、パーも取んなきゃいけないんですよ。しっかり届かせたいけど、はい、だからそこが難しいですよね。その距離感の出し方とか難しいですね。そうですよね。いつもパターで苦戦されてますね。はい。基本3パットです。パーパットですよね。はい、次4打目になります。はい、4打目です、はい、徳永さん最後スライスありますね。はい、ちょっとスライスですね。うん、ワンカップちょっと見ればいいかなって感じですけど、ジャストタッチで。はい、いけ、届いて、あら、弱いか。オッケーです。ラグボール。お、ゴー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 。全然打ってないですね。ちょっと全く打ってないです。セミプロのアドバイスは。ちょっともう見本で打つんですけど、はい、これぐらい打たなきゃダメですよ、徳永さん。ちょっと一回マークしてもらって。はい、さん遊び多分ね、これぐらいしかしないですよね。そうだよね。これだと多分もう本当にそこ登りきるかなぐらいしか行かないんで、これぐらいですね。素振りがちっちゃいっていうやつ、ね、素振りが、うん、もう素振りがもう届かなそう。そんな雰囲気出てますね。すごい、これぐらい打たないと。あ、これでもショートだわ。うん、ショートだね。素振りでもっと思い切って打つようにちょっと練習した方がいいかもしれないです。はい、でもやっぱまっすぐ打とうって言いすぎるとやっぱここら辺までしか上がんないから、どっちかっていうとアプローチに近いです。ちょっとこうコック使ってもいいぐらいポンと。ああ、なるほどね。はい、うん、そう、ショットなんでパターンも、はい、転がすっていうかはちょっとアプローチで寄せていくぐらいの感じの方がいいかもしれない。